ヴィンテージのイムズシェルチェアは古ければ古いほどプラスチックが薄くなります。初期型ともなると光で手が透けるほどのこの薄さです。理由はまだプラスチックが高価でファイバーを多くしてプラスチックを薄くしていたからなんですよ。年代が進むにつれてファイバーを少なくしてプラスチックを厚くしていったので、後期のものに関してはほとんどファイバーが見えないぐらいです。